縦メトロオペレーションメトロみたいな感じかと思ったけど違うな。支援が90から。なんだ。90じゃなくてスコーピオンかと思ったわ。ってことは警官じゃなくてあっち側ってこと。うわ、後ろ。はい、やっと1キルした感じだが。どうだろうか。なんというか、まあ、いろんな周りに敵がいるから、それに対応できる武器っていうものがあればいいんだかな。それに向いている武器とは、なんだろうか。周りに敵がたくさんいる。その中、住んでいけるというか、安定して狙って殺せる、そういった武器がいいんだが、そういう行動を連続して取れれば、たくさんの敵も対応できるという感じか。でも、どうしても一人を狙ってしまうと、他の敵も向かってくるから、そのまだにサプレッサーを備えた武器なんだろう。現状破壊。90は弾数が多いから2人は殺せそうだ。対応しやすいんだろうと思う。一気に体力が削れたな。気をつけろスモークだ。データが取れてないか、それが明らかに仲間を撃ってたな。ナイフ回復今や仲間が一人死んだ。私も適当に投げ出してもらおう。やったダブルキル。私も守りたい世界があるんだ。うわぁ撃たれたわ。これ打って、うわうわ、足かな、足を打たれたな。迫撃砲みたいなものがあったらいいんだが、とりあえず側面から弱いということが私は分かった。チャーリー取られたらとんでもないぞ。なんとかベータ取りたいよ。おちょっと撃ちっぱなしだけど、うわなんとか倒した。そこを抑えろよ。ビビった感じっていうかそういう感じだな。いやーやめろやめろサスケやめろ。ダメだ明らかに。
なんとかやったのか。次来上がれ、来上がったらリロードで切るかな。これで死ぬ前いけるか。いないな。私ならいけるんじゃないだろうか。そこに見えない。隠密隠密、隠れ場所がなくなったな。あ、やめろやめろ。くっそ、せっかくポジションで持ってたんだけど、さすがに私が狙えるようなところにいる軽率な敵はいないから。だが上にいるということが分かった。上にいるならば、あ、そっか、グラップリングフックもあるんだった。だったらさ、なんとかやったが、やったが、おい、てめえ、よし、一人やった。うわ、これはもう周りとか見ずにサバイバルするしかない。サバイバルやったか、やってないな。サバイバルしかない。うわぁ、あ、結構食らわせたんだけど、誰に当たったんだかよくわかんないけどさ。お、ビート結構混じってきたから殺せんだけど、真ん中に混ざってくるだろ。ポイントはあれかな、屋根だ。キルしろ、やれやれ、あいつやっていいから、キル。デモログってきた。ライン設置。ハロー、まだ、ああ、一人いなくなっちゃった。あの、バイトの関係だったな。っていうか、バイト受からなすぎ。
反省にはこの弾数の多い救急車がいいだろう。ああ乱戦には弾数がいい多いといいと覚えておこう。なぜならばどんどん撃ちまくれるからっていうか、敵を見つけたら見つけしたら撃ち撃って体力減らしていけるからいいんだ。 MGO だとめっちゃ体力減らないけどな。今まで時給1600円とか2200円とかそういうのばっかりやってたからダメだったんだろう。だが別のところでちょっと経験を積んでおけば、まあ後で僕のそっちの攻撃の方に変えても大丈夫なんじゃないかと私は思う。そう、私の獲物だと思っていたがそれが捕らえた。連続キルできたんだけどな。てかカオスだな。尋問者の件よっしゃ、もう逆転できるかな。ジャンプをしたおかげでね、少年ジャンプ、よっしゃ、中年ジャンプ、ちょっと闇に落ち着っといて、悪くないから安全。先生、エネミアドアップだ。そやな。いやな。またやられたぞ。なるほど。まあ、適当にフラグ投げとこう。そこにも。よっしゃ。よっしゃ、うまいな、うまい。3人殺したで、フラグでちょっと逆襲していきましょう。やっぱり対多数戦とフラグだな。おい、今のところはさ1人キルしてさ、あーそっちに頼む、後ろの方にもう1人キルってする流れだったんだよ。だが複数見たらフラグ投げるよ、それが一番だろう。いやここはやばい、やばい、ここで爆弾やばい。フラググレネードってかぶってない、ダメだ、ビビってんな。投げるタイミングがなかった。弾を惜しむだけじゃなくて使うことも重要だからな。うわっ、くそ、連続キルできれば楽しいんだかな。ていうかせっかく B 取れてたのに、うん、ダメだったか。そう、こういうタイミングで投げるのさ、まあ、どこにいるか分かんないが、でもちょっと投げれば、違う、今の下に投げたかったな。おい何やってんだ、こんな目の前で、私の目の前で、うわー目の前に来るなよ。
で対応していけばどんどん増えてるだろう。ここにいるっていうのかな。モーションセンサーはないんだよな。ハードラインには。そうそう。一旦プロフェッショナルで湧いて、ワイヤートラップっていうか。目の前に敵が来る可能性っていうのを考えてやっていこうか。敵に持ち来る可能性があったらスナイパーの餌食さんなんか攻められてる。攻められてるな。なんか消極的な手を取らざるを得ない。自分の体を動かしても意味ないんだ。コントローラーを動かさないと。ってことで、ちょっと催涙ガスが来てるぞ。やめてくれよ、ちょっと。ああ、もう今のは仕方なかったかもな。今どれくらい壊してるんだろうか。35キルか40キルか。面白かったから動画にしよっかな。